どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、FC24 の価格別おすすめスカッドになっています。スカッド作成で悩まれている方はぜひ参考になれば幸いです。今回は3万、5万、10万、20万、30万のこの5つに分けまして、スカッドを紹介しながら、まあ、こんな理由で選びましたとか、この選手こういう理由で強いですよ、みたいなところも話していきたいなと思っております。ということで早速始めていきたいと思います。まず3万以下ですね。3万以下のスカッドはこんな感じですと。プレミアリーグとラリーガのメインのスカッドになっています。まあ一番最初ね、UT 始めるってなった時に、この2つのリーグで組みたいなって思う方が多いんじゃないかなということで、このリーグで組んでいます。まずゴールキーパーとディフェンスラインはロリス、バルデ、ナチョ、ボトバン、バスケスになっています。まあ3万以下のスカッドということで、まあここは若干我慢して使っていこうかなというところですね。まあバルデはしっかり攻撃参加もできますし、ナチョもね、センターバックとしては悪くない数字バランスをしていますと。で、ボトマンもペースはないんですけど、フィジカルしっかりやって守備対応うまいですし、バスケスはクロスもうまいですし、しっかりね、迅速のプレイスタイル持っていますんで、攻撃参加もうまいというところで入れています。ロリスがね、ちょっと高いかなと思うんですけど、まあそれなりのキーパーを一番最初に使っておくってのは別に悪いことではないんで、まあ組み合わせもね、考慮したロリスにしています。ミッドフィルダーはこの3人ですね、メリーノ、マディソン、パリーナになっています。メリーノとパリーナでしっかり後ろ守りながら、マディソンでね、攻撃参加であったり展開していくって話ですね。メリーノは非常にコスパがいい選手でして、レートが84で、ステータスのバランスも非常にいいですと。で、プレイスタイルにパワーシュートであったりとか、あとは容赦なしっていうね、スタミナ回復するものもあるんですけど、その割には安いなということで非常におすすめだと思ってます。パリーニャもペースが低いんで価格非常に安いんですけど、ブルーザーのプレイスタイルも持っていますし、しっかり取り切って他の選手に展開っていうのはできるかなと思っています。で、マリソンですね、個人的に結構ね、この選手序盤使うにしてはコスパいいなと思っていまして、ドリブルもパスもね、非常に優秀ですと、ボール持った時にくるくるできるっていうところで、パス出すまでのね、時間を作れるっていうところも優秀ですし、そこからのパスもね、鋭いパスのプレイスタイル持っていますんで、展開力非常に高いと思います。あとはこのカードはやっぱりセッターのプレイスタイルプラスを持ってるっていうのが大きくて、フリーキックの時にね、かなり得点源になるっていうところも大きいかなと思ってます。アタッカーは三笘、フェリックス、久保の3人ですね。もちろんね、まあ、日本人なんで三笘と久保は使いたいよねっていうところもあったんですけど、単純にこの2人がですね、スタータースカットで使うカードとしての質が高いというのはね、非常に嬉しいところだと思っています。二人ともテクニカルのプレイスタイルを持っていますし、ペースも84ですと。なので、コントロールスプリントがかなり速くて、まあ、前進していけますし、なおかつ決定力も80近くありますんで、シュートもしっかり打っていけるしっていうところで、優秀なカードだと思います。フェリックスも三笘久保と同じようにテクニカルのプレイスタイルを持っていまして、しっかりね、自分でボールを持った時に自信持って前に行けますし、かなりね、攻撃はしやすい3人になってるんじゃないかなと思います。次に5万以下のスカッドですね。こんな感じの5バックにしようかなと思っていて、ここからね、可変で4231にしていくって形にしようかなと思っています。なので、ゴールキーパーディフェンスラインはこんな感じ。ロリス、ルーク・ショー、ナチョ、ボトマン、ティンバーですね。ティンバーを右サイドバックに置こうかなと思っています。中盤はメリーノ、マディソン、アレクサンダー・アーノルドですね。まあ、アレクサンダー・アーノルドにね、パリーナから変えたんで、守備力は若干落ちているんですけど、この選手ですね、プレイスタイルプラスのロングボールを持ってるんですが、これがめちゃくちゃ強くて、特にまあ中盤からボールを持った時にフライスルーとかで展開することが容易になるというところで、かなりですね、攻撃が回しやすいということで非常にお勧めできると思っています。アタッカーはガクポ、フェリックス、久保の3人ですね。三笘からガクポに変更をしています。ガクポはね、非常に優秀な選手でして、189センチ、身長高くて、スキル激化し44ですと。で、能力もね、こんな感じで、ペースもしっかり高くて、決定力もドリブルもありますと。で、加えて、高精度シュートとテクニカル、俊足っていう非常に優秀なプレイスタイルを持っていますということでね、非常にお勧めできると思います。こういう時にね、三笘か久保どっちを先に変えるかっていうのは悩むところではあるかなと思うんですけど、僕はまあ久保を残したいなぁと思ってますと、使った時になんかメッシみたいなね、めちゃめちゃ柔らかいドリブルができますんで、三笘はちょっと身長が高い分、そこの制御が若干難しいかなと、久保の方が優先度高いかなと思ってます。ただ一方で、まだちょっとこれは確定ではないんですけど、今週の木曜日に TOTW の三笘が来る可能性がありますと、レートが83になると思っていますんで、その場合はガクポじゃなくて黒三笘にするってのも全然ありかなと思ってます。次に10万以下です。好みによるところはあるかなと思うんですけど、今作ですね、個人的にはアタッカーにまずお金かけた方がいいんじゃないかなと思っていますんで、そんな感じのスカッドにしていますと。
ディフェンスラインはゴールキーパーをレミノにして、センターバックをコナテにしています。レミノはレートが84で身長も192センチ、そこまで癖がないステータスなんですけど、非常に安いってことで、まあロリスもしくはそれ以上におすすめなカードですね。で、センターバックはコナテに変えています。まあペースもしっかり上がっていますし、対応力も上がっているのかなというところでこっちにしています。で、ミッドフィルダー3人ですね。メリーノ、シルバー、パーテー。メリーノは引き続き非常にコスパいいんで残していますが、まあ10万以下でスカットを組むってなった時にはベルナードシューバーは入れたいなというところですね。今一番 FC24 でコスパがいい選手と言っても過言ではないんじゃないかなと思っています。めちゃくちゃ猛威を振るっているコントロールスプリントをね、超高速でこなせるプレイスタイルプラスのテクニカルを持っているというところで、まあこれが理由で大流行しているっていうところですね。トップ下に置くのもいいですし、右のウィングに置くのもいいんですけど、まあベルナードシューバーはこのレベルだったら必須だと思っています。で、あとはトーマス・パーテイですね。まあ、ちょっとペースが低いんで、アレクサンダー・アーノルドと変えるかちょっと悩むところではあるんですが、まあ、どっちでもいいかなと、アレクサンダー・アーノルドが後ろからね、パス展開して、まあ、ベルナード・シューバーがめちゃめちゃボール持てるんで、まあ、アーノルドは後ろでもいいかなというところですね。で、アタッカーを3人、ジョタ・ガクポをダンジュマにしています。非常に個々のステータスが高いね、優秀なカードたちだと思っていますと。ジョタはね、逆足号ですし、しっかりプレイスタイルも優秀なんで、まあ、非常に活躍できる選手だと思いますと。ダンジュマはジョタ・ガクポに比べるとステータス若干劣るんですが、この選手ですね、エボリューションでファウンダーエボリューションをすることによって、逆足が5になりますと、こうなった時にかなり優秀な選手ですね。プレイスタイルでパワーシュート、あと迅速持っていますんで、しっかり得点源になれますと、しかも逆足5なんでね、かなり優秀なカードだと思います。ダンジュマと同じようなパターンで、アンスパティもね、非常におすすめだと思っていますと、ダンジュマに変えてファティも十分ありかなと思っているんですが、この選手ですね、エボリューションにようこそやった後に、容赦のないウインガーをすることで、レートが85のめちゃめちゃ優秀なウインガーになりますと。今ですね、ディビジョンライバルズで相手していて、エボリューション選手の中でダントツで強いなと思っているのが、このアンスパティでして、非常におすすめな選手だと思います。まあこれは5万コインもしくは1000円かける価値のある非常におすすめな選手だと思ってます。次に20万以下です。こういうスカットもありかなっていうのと、個人的にめちゃめちゃ完成度が高くて感動したんで、ちょっとね、共有していきたいと思います。まずゴールキーパーディフェンスラインがロリス、キャトリー、ウィリアムソン、ルベンディアス、ジェームズですね。まあ、総替えっていうところなんですが、女子プレミアリーグがですね、めちゃめちゃコスパがいいですと。ウィリアムソンはこの能力していて、ロングボールのね、プレイスタイルプラスを持ってんのに1万1000コインだったりとか、キャトリーについてもね、この選手2000コインぐらいで買えますと。非常におすすめな選手になっています。で、あとはルベンディアスですね。今作結構ルベンディアスやれてるなーって印象がありまして、ブルーザーもありますし、耐震かなり強くて、せき止められる印象ですということでおすすめだと思っています。ジェームズも非常にいいですね。ジョッキーのプレイスタイル持っているんで、ウィンガーに対する耐震非常に強いですし、まあ、スタミナがちょっとないんですけどね、そこはね、サブ使いながらっていう形になるかなと思っています。中盤はこの3人ですね。ウェルティ、カンテ、ベルナード・シューバーになっています。3人とも身長が170センチ近いっていうことで、かなり小柄ではあるんですけど、まあ、ワークレートもそうですし、役割もね、いい感じに分散していて、非常にバランスのいい3人だと思っています。ウェルティはこの選手が1000コインでいいのかって思えるクオリティになっていまして、しっかりペースも80乗っていますし、全体的にステータスがめちゃめちゃ優秀ですと。プレイスタイルの予測持っていますし、あとはボール持ってからね、ボールコントロール、ドリブルもめちゃめちゃ優秀というところで、非常にコスパのいい選手だと思っています。カンテもめちゃめちゃ優秀ですね。ペースは低いんですけど、やっぱりこの選手の特有のボールの取れ方っていうのはね、相手してて強いなと思いますというところと、あと、ケミ合わせ上でもね、めちゃめちゃおすすめなカードですね。ベルナード・シーバーは相変わらず安定だと思っています。アタッカーはこの3人ですね。サン・マクシマン、ベンゼマ、ローレン・ジェームズの3人になっています。まあ、わかりやすいウインガーとストライカーという形でして、両サイドはめちゃめちゃ足が速いっていう状況ですと。サン・マクシマンは見ての通りスキル5下足4で、で、ドリブルもね、ペースもめちゃめちゃ高いですし、テクニカルのプレイスタイルを持っていますんで、間違いなくね、サイドで存在感を示してくれると思います。ベンゼマは全部できるタイプのストライカーですね。高精度のプレイスタイルプラスを持っているし、セッターもありますし、あとはこの鋭いパスでね、しっかり後ろから前線にパスを出していけるっていうところも非常に優秀なカードになっています。能力は言わずもがらね、さすがレート90だなっていうところですね。右ウィングのローレン・ジェームズもワークレート配慮、スキル5下下足4で、こんな感じでね、非常にドリブル性能が高いですと。で、この選手は縦に行くタイプの選手ですね。俊足と、あと迅速のプレイスタイルプラス持っていますんで、しっかり縦に切り込んで、そこからね、中に入っていって、ベンチャーまで折り返すみたいな攻撃はイメージしやすいかなと思います。
この3人ともね、めちゃめちゃ単体性能は高いんですけど、リーグのおかげで結構安くて、非常に美味しい3トップだなっていう印象です。最後に30万以下ですね。まあ、こんぐらいになってくるとかなり見栄えは良くなってくるなと思いますと。ゴールキーパーがアリソンで、ディフェンスラインがロバートソン、アラバ、ルベンディアス、アレクサンダーアーノルドになっています。オブラクはレートが高いゴールキーパーの中ではかなり安い部類でして、まあ、これだけの能力している選手が2万だったら十分かなと思っています。逆にですね、他のレートが高いゴールキーパーのプライスレンジがちょっとバグっていまして、なんでちょっとそのあたり買うのは控えた方がいいかなというところですね。ロバートソンはペースは低いんですけど、プレイスタイルもね、容赦なしのプラス持っていて最後までしっかり持ちますし、大胆なパスでクロスも上手いというところで、まあ、スタミナも95、悪くはないカードだと思っています。アルバも地上戦が非常に優秀なセンターバックですね。これもおすすめかなと思っています。まあ、180センチなんで上から叩かれるのはしょうがないかなっていうところですかね。ミッドフィルダーはカンテ、ベルナード・シューバー、チュアメニの3人ですね。チュアメニを新しく入れているんですが、まあ、若干ね、ペースの低さは気になるんですけど、ステータスはそれなりかなと思いますし、あとはこの選手はプレイスタイルがめちゃめちゃ優秀ですね。現行マックスの7つ持っているというところで、しかもそれぞれまあ結構いいプレイスタイルを持っていますと、ロブパスとか容赦なしとか持ってるのは非常に嬉しいんで、まあ、これもいいかなと思います。で、アタッカーがメンフィス・デパイ、ベンズマ・ディアビの3人ですね。まずメンフィス・デパイなんですが、プレイスタイルもテクニカル持っていますし、全体的にそつなく優秀というところで、スキルも5なんでね、おすすめかなと思いますと。もう一人がディアビですと、ペースは95で、瞬速と迅速のプレイスタイル持っていますし、決定力も80乗ってるし、ドリブルもね、これだけ高いんで、まあ、非常におすすめかなと思います。ただ、このカード、まあ、高くてですね、7万ぐらいしますと、さっき紹介した20万のスカットのね、ローレン・ジェームズは2万ぐらいで買えるんで、まあ、これだけね、やっぱ男子のプレミアリーグっていうのは人気だなって改めて思うところですね。ということで、各別おすすめ選手の紹介動画でした。ぜひ参考になれば幸いです。今週末からね、初回のチャンピオンズファイナルも始まりますし、スカットもね、ちゃんと作っていきたいなという方も多いと思いますので、ぜひね、参考になればと思います。今後も FC24 関連の動画であったりとか、生配信も楽しくやっていきたいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。